っち。成功してくれるんじゃないかってずっと期待してもらったんですけど、まあ、なかなか成功する姿を見てないので、今のね、テレビで試合を見るときは松葉黒の空中クルリンは今日こそはと思いながらね、見てますんで、いつかも成功してオンライン拍手を浴びるのを、まあ、楽しみにしてます。これからもね、体に気をつけても1試合でもグラムに